はい、皆さんこんにちは、僕のチャンネルに来てくれてありがとうございます。今日は2013年の7月の7日、七夕ですね、日曜日です。今日は、Mac の初期化について説明したいと思います。なぜ今回、その Mac の初期化について話すかというと、先日オークションで Mac mini を落札したんですね。で、そちらハードディスクは初期化されてて、もちろんデータはない状態だったんですけども、全ユーザーさんのアカウントが残ってたんですね。それは例えば本体がライオンだったんですけど、本体の初期工場出荷時のインストールされてたものはライオンで、その後ユーザーさんがアップグレードされて、マウンテンライオンに変わってたんですけど、マウンテンライオンのまま初期化されてるので、自分の僕のアップル ID が使えない状態だったんですね。出荷の方法を今回皆さんに紹介したいと思います。そんなすごいことではないし、 Mac 使ってる人は多分わかるんだけど、結構この問題がオークションとか中古で買われる方多いと思うので、ちょっとでも参考になればいいかなと思って紹介します。まず、Mac を再起動します。そしてその時にコマンドと R ボタンを長押し、そうすると、リカバリーモードに入りますので、まず画面がこのように表示されます。で、通常、まず初期化の場合はディスクユーティリティに行っていただいて、で、このマッキントッシュハードディスク消去を選べば、まあ、消されますので、その後この、MacOS の再インストールを押せば完了なんですけども、もしこの、もしこの OS がアップグレードされたものだったら出荷時には戻らないんですよね。今入ってる OS を再インストールするということなので、もしこれが Apple ID で購入されたマウンテンライオンだった場合、その購入した時の Apple ID を入れないと再インストールはできない状態なんです。ですので出荷当時のものがマウンテンライオンのものならいいんですが、もしライオンのものだったらこれでは再インストールされないし、自分の Apple ID は使えないんです。通常の Mac の復元であれば、これで大丈夫です。アップグレードされた Mac の初期化の仕方を、これから紹介します。まず今回も、再起動して、今回はコマンドとオプションと R ボタンを押します。コマンド、オプション、R ボタンです。先ほどは、コマンドと R だったと思うんですけども、今回はコマンドとオプションと R ボタンを3個ですね、長押しします。そうすると画面が先ほどと違ってこちらですね、スターティングインターネットリカバリーっていうものに変わりますので、
まあ、これは要するにネットを通じて初期のそのデータを読み込む初期化するという方法なんですけども、出荷当時にこれで戻ります。もしアップグレードされたものも出荷当時に戻るので、Apple ID がなくても戻すことが可能です。ただ一つ条件としてネットが必要ということですね。ネットさえあれば、初期のものに工場出荷時に戻るので、これを覚えておくと、もしそのオークションに出品するとき、オークションで古い Mac を買われたとき、中古の Mac を買われたとき、前のユーザーさんのアカウントが残っててどうしようって時になったときに、このコマンドとオプションと R ですねを押して、再起動していただければなりますので、この状態に。あとは通常に進んでいけば戻ります。僕の Mac はまあ初期化する必要がないので、まあ、このままにしておきますけども、あとはもう通常通りネット選んでエンターを押せば完了します。ぜひ出品される方、買われる方、まあ、この方法を覚えておくとすごく役立つので、利用してください。それでは今日もありがとうございました。良い一日を。